皆さんこんばんは。こんばんは。小室由里のネットでウィークエンダー MC の良次です。名前言ったり言わなかったりするんでね。そうです。そう、コメントで緑の人の素性が知りたいっていうのがねこの間出てたんですよ。緑の人私すっかり緑の人で、はい、はい、まあいつも緑の着てますけどね。グリーンマンでお届けします、はい、あの一応番組の案内のところに説明文のところに小室さんの紹介が30行ぐらい載ってる下に私が 2,3 行ぐらいちょろっと載ってますんでね、はい、読んでいただけると幸いです。はい、じゃあ今週のニュースはこちらです。はい、コロナだけではない女性不況の背景、うん、女性不況はコロナとは関係ないところもあるよってことなんですかね、うんうん、ビジネスインサイダー、硬いとこ行きましたね、はい、うん、3月19日 DV や性暴力被害が雇用に与える影響は、はい、まあ、不況という言葉ですからね、雇用というところにつながってくるみたいですけど、うん、じゃあどんなニュースか見ていきましょう。はい、はい、3月にですね、女性による女性のための相談会というのが、これ大久保で新宿区の、ね、うん、開催されたそうですね、うん、はい、でまあ、公園で開催したっていうのも割と私驚きだったんですけど、うんうん、ただその会場の中心にカフェを設置し、まあ、くつろげるスペースも用意して、その周りに法律、労働、生活、心と健康の4つのブースを設けた、うん、だいたい60人ぐらいの弁護士を中心とした、うん、はい、相談員の方が対応したということですけどもね、はい、うん、こういうのでうんうん、まあ法律が入ってくるんであれなんですけど、必ず弁護士がメインになってるのも私正直どうなのかなってちょっと思わないではないんですけどね。むしろ、うん、この心と健康、うん、ここが多分大元なんじゃないかなって思いますよね、うん、なんか心理カウンセラーとか、心理カウンセラーとか公認心理師さんとかね、そういう人が入った方がいいのかなって、うん、まあいなかったわけじゃないとは思うんですけどね、うん、はい、でその相談会で困っていることで最も多かったのは仕事であったと、うん、で次に心と体、うん、そして家庭家族、はい、ハラスメントいじめと続いたということでね、うん、まあ仕事と心と体はこうつながってきますからね、表裏一体ですよね、うん、でこの2日間の間で122件のご相談があり、生活保護の申請を希望する人も複数いたと、うんうん、生活保護の申請をしたくても、うん、どこの、うん、どの窓口に行けばいいのかわからないっていう方も多分いっぱいいらっしゃいますよね。いっぱいいるでしょうね、うん、はい、で続きなんですけど、相談の内容、はい、まあ、一応こう主だったところが9個並んでるんですけど、うん、女性のための女性による女性のための相談会というタイトルでしかないにもかかわらず、うん、内容がね似てるっていう、うん、似てる、生活が苦しいでしょ、うん、住むところがない、家賃が払えない、うん、賃金未払い、解雇など、うん、仕事がない、減ってしまった、はい、うん、ここまでほぼ同類項ですよね。うん、うん、でその次に、まあ外国人、大久保っていう土地柄も若干あったかもしれないですけど、はい、在留資格とその関連、うん、はい、で家族に虐待されている、うん、もしくはいた、はい、はい、で養育費はもらえていない、母子家庭ですね、で児童手当も受給できていないと、はい、うん、ここが不思議ですけどね、児童手当はね、あの児童手当をもらうと足がついちゃうってことないですか、うん、例えば DV、あ、それもあるな、うん、確かに、のね、うん、申請できないと、うんうんうん、ありえますね、なるほど、ね、はい、あと、まあ、望まない性行為、妊娠、うん、はい、で過去の DV 被害で今も苦しんでいるというところですね、うん、私こんな望まない性行為、妊娠のところがね非常に多いというのを、うん、うん、ここ最近1年ぐらい前に知って、はい、うん、これちょっと衝撃を受けたんですけどね、うん、で中には社会資源や制度が利用できていない女性が多い印象だったと、はい、家の中にこもってしまうとどういうサービスがあるかっていうのが
分からないところありますからね。この、うん、まあ、9つある女性の相談の内容って、うん、1,2,3,4 までは、うん、まあ、いわゆる男性がコロナによって抱えた問題影響と同じだと、うんうんうん、はい、で5から9のこの問題っていうのが、うん、つまりは女性のこの 1,2,3,4 を根底的に作っているものだと私は見てます。例えば家族に虐待されてた、その虐待は DV であった、望まない、うん、家族間でも望まない性行為はこれ DV になりますから、うん、はい、でその過去の DV がで今でも苦しんでて仕事ができないとか、うん、この5から9によって女性はさらにこの 1,2,3,4 のコロナの影響のご相談が重くのしかかってくるんだろうなって思ってます。私ちょっと思うのは、あとは男性が1から4になるとそれがなんかね、ストレスとか承認欲求の過剰なアウトプットにつながって性犯罪だったりとかセクハラだったりとかそういうものにつながってくるっていうのがあるのかなっていうふうにね思いますけどもね。本当ストレスは性犯罪と直結っていうのは、ここの番組始まってずっと問題になってますよね。はい、性欲の問題ではないと。はい、そうなんです、はい、うん、性欲はみんなあってもみんながじゃあ性犯罪するかっつったらそんなことないですからね、うん、はい、最近のニュースでもやっぱり至って普通と言われるご夫婦の旦那様が性犯罪を起こしたと、でその事情聴取の中で仕事のストレスでなんていうことをおっしゃってた方がいらっしゃったので、やっぱり本当に何度も言いますけど、性犯罪を起こす方は性欲が強いわけでも、性に飢えているわけでもないっていうことは私たちは認識しないといけないなって思いますね、その辺もまたどっかでね一回取り上げようと思いますけれども、今回は女性の問題です、相談会では物資の無料配布も行われたらしいんですよ、まあ、支援品っていうやつですよね、中で最も人気があったのは白いワイシャツだったと、なぜか就職活動をしたいが自分では買えないっていう理由、ちょっとね、生理用品が買えないっていうね、学生さんのお話しした回ありましたけれど、白いワイシャツもっと高いですからね。確かに、はい、また通勤時に使えるようなバッグがもらえて嬉しかった、マイバッグでは仕事に行きづらいのでマイバッグがエコバッグなんですよね、まあそれで会社にはなかなか行けないかもしれないっていうね。こういう相談会に来られる方は、マイバッグエコバッグのようなものを普段から使われているっていうことですよね。で特徴的だったのは虐待 DV性暴力、セクハラ、パワハラなど女性たちはあらゆる暴力の被害に遭っているということです。そうした被害を受けて精神的に不安定になっている方が多く、その結果安定した雇用に就けない、単発でしか仕事ができないといった悩みを抱えていると。深刻ですよね。だからさっきの望まない妊娠っていうのにもつながりますけど、まあ、基本的にそのままシングルマザーになるじゃないですか、仕事ができない、仕事ができないと、まあね、夜のお仕事に疲れたりとか、性風俗に疲れたりとかね、やっぱり短時間で お金が稼げるっていうとそこに行きがちですよね、そうですね。で私はその夜のお仕事だったりとか生産業であったりとか、それが差別に値する仕事だとは全く思ってないですけども、ちゃんとした仕事であればね、裏風俗とか別ですけどね、まあただそこにも行けないっていう人もやっぱりいるわけですよね、表のそういう仕事であれば住所がないとつけないとか、住所がないと雇ってもらえないということが必ずあって、そういう方じゃあ何してるかっていうと、皆さんがネットショップで買い物をするときにその梱包をするところとかにね、日雇いで入られるっていうのが一番多いらしいですよね。へえ、はい、そ
それは初めて聞いた。そういう話をね、うん、NPO の方からお聞きしましたけど、うん、はい、で実際にどんな内容の相談があったかというと、はい、性被害に遭うことが多く男性が多いところには恐怖心がある、短期の仕事は男性が上司になることが多く仕事がしづらくて困っている、うん、この場合単発の仕事も難しいですよね、うん、短期の仕事はね、さっき言ってたようなお仕事でも難しい方がいる、うん、ですかね、難しいって思われる女性は多いかもしれないですね、うん、ただまあ生活しないといけないので仕方なく行くとか、うん、そういう場合もあるでしょうね、うん、夫から暴力を受けており離婚したい、うん、母親に相談したがあなたが我慢した方がいいと言われて20年以上我慢してきたと、うんうん、いうのもありますね。これちょっとね社会的なね、うん、文化というか思想というか、まあこの家庭の問題なんですけど、うんうん、全ての家庭がこういうわけでは絶対ないんでしょうけど、まあ、そういう考え方のところもあると、うん、本当こう世代間の意識というかね、うん、やっぱ女性が我慢した方がうまくいくのよっていう世代の、うん、多分お母様ですよね、うんはい、ご自身も我慢してきたっていうからこそあなたもっていうお気持ちはあったと思うんですけど、うんうん、私そこに反発した方の人間なので、うん、はいはいはい、身をもってね、はい、身をもって反発し続けた人間なので、はい、いやね、この動画でもあの時々性教育のね、うん、話とかもねお伝えしてますけど、うん、なんだろうな、やっぱり早めから正しいというか、うんうん、自分が守られる、その自分の娘さんが守られる教育というか教えというのをこれ学校では絶対やってくれないので、やってくれないですね、はい、あの、うん、ある対談で、お子さん育てられているお母さんが、性教育の専門家の人、うん、まあ、有名な先生なんですけどと話をしている中で、うん、まあ、学校には、中学校までの授業で教える言葉しか使ってはいけないという、はい、うん、制度があるのでセックスのこととか、うん、コンドームのこととかは教えられないと、うんうん、いう話があって、すごい大事なことなのになんで学校では教えてくれないんでしょう、日本ではそういう制度ではないんでしょうっていうんですけど、これ勘違いの一つで、うん、海外でじゃあそれはやるかって言ったらやることはやるんですよ、うん、でもその教育の中心になるのはご両親なんですよね。そうですね、はいはい、それ見てて私はなんで学校でやってくれないんでしょうっていう問いに対して私が答えるとしたら、それは一番大事なことだからっていうふうな答えになっちゃうと思うんですけど、うんうん、要は本当にその子どもにとって大事なこと、その子を守るためのことっていうのは親が教えないといけないと思うんですよね、これはね。その親御さんも習ってきてない、うん、誰からも教わってきてない、うん、はい、ぶつかって壊れて、うん、自分で直してきたから、うん、はい、自分の経験値がその子にとって、うん、はい、いい情報なのかどうなのかも分からないまま伝えるのも怖いっていうのはあると思いますよ、うんうんうん、例えばその話をしたところで学校で、うん、30人40人集まってるところで先生が壇上から話したところで伝わらないと思うんですよ。その先生がどう思われてるかっていうのもあるだろうな。それもあるでしょうけどね、はい、だからそれはやっぱり1対1で家でお話をする機会があるご両親のうちのどちらかがされる、まあ、もしくはご両親一緒にされるっていうのがいいのかなと思いますけどもね、うん、私セクシュアルな講座を持ってて、うん、必ず質問されるのが、うん、これを子供にも伝えたいと、うん、ただどう伝えていいのかわからない、どのタイミングで伝え、何歳から、うんうんうん、やっぱりこう肩にはめないと不安な方たちがいっぱいいるんだな、うんはい、なので例えばじゃあ生理が来たタイミングとか、うん、彼氏彼女ができたタイミングとか、はい、何かの人生のきっかけの折に、うん、ちょっとお話ししようかっていうのがいいんじゃないですかって今お話ししてますけどね、うんうんはい、前にねちょっとお話し出したあのとにかく明るいパンツの教室、はいはい、の
方、野島奈美先生とかね、はい、が書かれている本なんかを読まれると、うん、私はすごく参考になってやりやすいのかなって思ったりしてますけどね、うん、はい、うん、続きいきます、はいはい、70代の女性、家族からの暴力で家を出て友人宅にいる、保証人がいない、緊急連絡先が身内でないとダメという条件がネックとなり住むところが見つからない、うんうん、70歳ですけど年金受け取れてるのかなこの人、それが心配ですよね、どうなんでしょうね、うん、でもこの70代で家を出なければいけなくなったその暴力っていうのも、うん、切ないですよね、うん、そうですね、うん、でも事実あるってことですもんね、はい、さっき の、 あの児童手当が受給できてないっていうのもありますけど、うん、あの去年一律10万円の支給あったじゃないですか、はい、あれも当初世帯主に一括で払われるということで、うんうん、ちょっとそれはおかしいっていうストップが入ってだいぶ調整されましたよね、そうですね、うんうん、こういう年金とかそういうところもね、うん、ちょっと救済措置が必要なのかなっていうふうに思いますよね、うんうん、でまた該当する制度を使えていない人も多く、はい、相談員は使える制度や窓口を案内するほか、離婚などは法的な手続きを説明するなどして対応をしていたということですね、うんうん、こう聞くと、うん、女性が情報を取りに行きづらい現状っていうのが浮き彫りになっていたんじゃないかなって、なるほどね、そうですね、先ほど の、 あの基本的にまず入り口っていうところで言えば足を運んでいくところであれば社協、うんうん、社会福祉協議会に行けばそこで対応してくれるかどうかは担当者次第かなというところもあるんですけど、うん、少なくとも情報は教えてくれると思うんですね、その社会福祉協議会、うん、協議会というものにたどり着くまで、うん、もうここ女性にとってはハードルかもしれない、うんうんうん、まあね、うん、まあ、女性男性って分けるのもおかしいんですけど、うん、やっぱり今この情報社会でどっちが情報を取りやすい取りにくいって言ったら、うん、やっぱり女性の方がまだまだ取りにくい現状はあると思います、うん、はい、情報を取るにもお金が必要じゃないですか、うん、はい、うんうん、って思うと限られた情報量と金銭、うん、経済の中で女性はお金を回して取りに、うん、情報を取りに行かなければならないって思うと、うん、今回のね、うん、女性のための女性による女性のための相談会、うん、2回言った、うん、はい、っていうのの価値っていうのは非常に高いなって思いますよね、うん、そう、うん、で、まあ、前にも何度かお伝えしたんですけど厚生労働省に電話相談窓口って一覧があるんですよね、はい、で、まあ、お金がなくてスマホが使えない、ネットが使えるネットカフェに行けないっていう人は、うん、私ちょっとね思ったんですけど、はい、携帯ショップあるじゃないですか、うんうんうん、はい、携帯ショップであの試せるじゃないですか、はい、ネットで何か調べるぐらいのところまではできると思うんですよ、個人情報入れないで、うんうんうん、でそこで電話番号だけめぼしいところいくつかメモしてきて、うん、それで電話してみたらどうなのかななんて少し思うんですけどね、あ、携帯ショップさんが、うん、あの CSR 活動の一つとして、うん、そういう情報を取りに行きづらい方のための携帯1台10分貸しますとか、どうなんでしょうね、うん、だからあとね、家電量販店とか、うんうん、はい、そういうコーナーがご自由に検索してくださいみたいなところがあってもいいような気がしますけどね、うん、そろそろ出てくるんじゃないんですか、うん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 、出てきてほしいなと思います、はい、この問題って、うん、はい、制度の問題もあるんですけど、その制度を作ってきたのは、うん、じゃあ誰なんだって思うと、うん、やっぱり8-2の政治、うん、男性8、はい、女性2という、うん、この男性優位社会の中で作られてきた制度なので、うん、この認知の歪みっていうのもやっぱり男性社会の認知の歪みの一つの表れだと思いますよね、うん、なるほど、うん、ネットの情報ってものすごくたくさんあるので、はい、素人が見て
どれが正しいのか、どれを信じていいのかっていうのが分からないところは必ずあるんですよね、うん、なのでこういう専門家が相談に乗りますっていうところに2日間で、講演ですからね、そうですね、はい、講演にもかかわらず122人の方が相談に来た、しかも新宿区の大久保ですから、うん、来れる人限られてますからね、講演っていうのも良かったのかもしれないですよね、はい、まあ、ある意味良かったかもしれないですね、見やすくて、オープンなところで、うん、はい、なので、まあ、すぐそういう電話から専門家につながるっていうところも割とたくさんありますので、まあ、ぜひ自分の体を守るためですからね、頭を使っていただいて何かしら、はい、情報を得ていって相談できればいいなとは思いますけどもね、こういう女性のための〇〇みたいなことを歌うと、うん、一部の男性の間では、うん、いや男だって苦しいんだよって、うん、もちろんそれもね、うん、分かるんですけど、はい、さっきも言ったようにやっぱり今現状では男性優位社会、うん、男性がこう生きやすい、ある意味ある意味ですよ、うん、ある意味生きやすい社会の構図だった、うんうん、はい、ここでね一つ覚えていただきたいのが、女性って集団になったら、うん、集団のエンパワーメントって、うん、男性よりも全然力ありますよ。そうですね、はい、はい、町内会でおばちゃんたちの中には私は入っていけないと思います、はい、その女性の集団のエンパワーメントを侮らないでいただきたい、うん、ここから結構女性の集団心理、集団による力の威力っていうのは男性を凌駕する可能性っていうのはあると思います、うん、それをうまく男性は今度価値として使う側に回っていかないと、この令和の時代の経営者さん、特に男性経営者さんは置いてかれるだろうなって私は思ってます、はい、人で足りないわけですからね、うん、女性にも働いてもらおうって思っているところで、うん、こんなことあったらね働けないですからね、そもそも、はい、女性の社会進出だとか、うん、女性幹部の育成だとか言ってる反面、うん、こうやって女性の貧困でまだまだ悩んでる方、うん、ここに早いうちに男性の、うん、特に経営者事業者さんが目をつけておくことで、うん、おそらくこれから始まるであろう女性の社会進出による、うん、まあ、言ってみたら女性の逆襲になるかもしれない、うん、ここを乗り切っていけると思います。あ、先にまとめちゃった、うん、いやでもねその逆襲っていう形になるとやっぱりどうしても男対女の対決みたいになるわけじゃないですか。そう、そうね、そうなってきてるからこそ日本は今、ね、離婚率が非常に高くてシングルマザー率も高いですよね、うん、でお子さん生まれてその、まあ、大変なんで、うん、子育ては、はいはい、非常に理解できるところでもあるんですけれど、男性側もですねそんなに多くのことを望んでいるわけではないんですよね。よく女性の側からもっと料理をこうした方がいいのかとか、うん、もっと家の中をこんな風にしたらどうなのかとかいう話を聞いたりするんですけど、あんまり求めてないんですよ男性側は。それ、男の人って自分の部屋が1個あればそれでいいんじゃないの？うん、それもねなくてもいいんです。なくてもいいの？どちらかというと。そうなんだ、うん、ただ多分ですよ、多分世の男性の大半は奥さんに笑顔でいてほしいだけなんですよ。あ、はい、で笑顔でいてほしいから何かやるんだけど、それが逆に気に触っちゃうんだと思うんですよね、うん、相手の奥さんにね、うん、はい、でそれがうん、いろんな悲しい形で悲しいことになってるんだと思うんですけど、まあね、だからこういうものもね、あっていいですけど、そこに行く前にまずちょっと待って、お互い、うん、もうちょっと、うん、両方とも笑顔でいられるようにっていうね、工夫がなんかできたらいいんじゃないかなってすごいね身に染みて思うんですけど、うん、なんかね自分ごとで喋ってるなってずっと聞いてて思ってたはい、じゃあ今週もまとめていただきましょうかはい、今のまとめでいいんじゃないかと思うんだけどはい、本当にね女性が笑顔でいられる社会って本当に平和になると思うし、強いては男性にとっても
願う幸せな未来なんじゃないかなって思います。そのためには For me ではなく For you の考え方をこれからもっともっと深めていく、そんな必要があるのではないかなと感じます。以上です。ありがとうございました。はい、それでは今週の小室由里のネットでウィークエンダー、ここまでとさせていただきます。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。聞いときます。